田舎移住のウソホンと築150年の古民家を買っちゃった夏民です。この動画では前回に引き続き縄外家の散策の様子をお届けします。昭和天皇ここまで来られて、はこの場所まで来られて、はい、ここで眺められて、はい、なんか帰られたと。へ、一周は回られ方という意味で。ああ、そうなんですね。一周ではなかった。わで、ここのやっぱ名所は、あそこに大きな一枚岩があるんですよ、はい、あれが鏡岩って言って、はい、まあ、ここに住んでる竜の神様が、あのお姫様なもんですから、はい、あの岩を鏡にして髪を解かれるとかっていう伝説のある、まあ、鏡岩っていうのがあって、でこっち側に行くと、あの姫社って言って、その神様を祀った祠、祠と大きな杉の木があるんですわ。だから、まあ、こうぐるっと回っていくと鏡岩通って杉の木通ってあそこに今帰ってくるという感じなんですね。すごい、この池の周り回れるんですね、うん、くるっと、ずっと今みたいな遊歩道になってるんで、へえ、歩くのはそれほど、今もう道もそんな濡れてないし、すごい。高松山っていう山があそこにあって、はい、そここれ登ってったらその道見ていくんですけど、はい、ちょうどすごいこの尾根、急な尾根が、尾根が続いてるんですよ、はい、だから両側すごい、まあ、崖じゃないですけど、あの結構な斜面で、本当に細い尾根だけ通っていく道があって、それがあの竜の背中っていうの、この背中、竜の背中歩いてるようなこういうところに行くんですけど、はい、そこはものすごい見晴らしいですわ。だから両側崖の、あの下がってるものが、はいはいはい、あのその背中歩いてると、ちょうどその背中からこの長池がもう真上から見下ろすように見えますわ。へえ、うん、それはこっからどれぐらいなんですか、時間にして。時間にしたらもう1時間もあれば相当上まで行きます。はあ、うん、一本道です。一本道、迷うことなく行けるって感じですか。迷うことはないと思いますわね、はい、うん、大体こんな感じの道
つなげたもんで、なんせまあこの辺は何かと竜にまつわる名前が、ああやっぱり大事ですもんね、農業に竜は。そう、だから昔の人はだから相当ありがたかったんじゃないですかね、あのこれまでこの沢水みたいなもんでたのが、はい、突然こういった水、あの池ができて、あそうですね、一年中川に水が流れるっていう状態を作ってくれたのが本当にありがたかったと思います。だからこの長池はこうもちろん冬になっても凍らないんですけど、凍らないんですけど、はい、あの山岳会の人に言わせると、はい、あのもちろん車で来れませんけど、はい、寒竹入って、はい、あの真冬にここまで来たら、はい、この上歩けるそうなんですよ。あの雪が5メーターだか6メーターだか積もるらしいんですよね、この上に。はあ、だからあのこの辺はまあ多分あの3メーターか4メーターぐらいしか積もらないところだと思うんですけど、ここはやっぱりこう谷のこの吹き溜まりみたいになってて、はいはい、この上にやっぱ5、6メーター積もるらしいんですよ、雪が。その上歩けるとかって言うんですけど、はい、ちょっと気持ち悪いじゃんね、この凍った凍ってるわけじゃないから、ああそうですね、降り積もっとるだけだから、はい、大丈夫ですか、靴濡 れ,、はい、れます、あ大丈夫です、はい、なるほど、痛いですね、はい、吹き取りたい放題ですね、うん、確かにここ天王山歩くの大変あれだと思いましたね、今あの年でもなかったと思うけど昭和46年から山歩きはされるんですよね、ね、あの自然植物学者ですもんね、そうですね、鏡です。池の反対側から見ると本当の天使のあれですけど、わあ登れますよ、でっかい、
ちょっと怖いですよね。すごい。すごい。今アラームで鳥の声が鳴るようにしてあるんですけど、はいはい、そのアラームが鳴ってるのかうちで鳴いてるのかがそう分からないぐらい今まで聞いたことがないような鳥の声聞くので、はい、あれこれどっちって夫も言いますやっぱ移住者の友達で、はい、もう福光なんですけど、はい、はリモートワークで自宅にはいるけれども仕事だから出られないって、はい、なるほど。はい、ぜひぜひ。あっちの国道からの道は当分復旧しないと思いますよ。ああ、そうですね。そうなんですね。こっちの道があるから、特に不自由は多分しないんでしょうね。そうなんですね。で森の家のあのキャンプ場なんかは、はい、あの誰困るんかなと思っとったら、そのやっぱ鳥の研究しておられる方々が、はいはい、あのああいう集音マイクみたいの持って、はい、あそこでテント張って寝泊まるらしいんですよ。だから結構まあそれなりに鳥の世界で有名な方は有名なあのところらしくて、なんか立野原に鳥の専門の人がこっちに移住されたんですよね。なんか結婚されて、で東立ちを飼われて、今子供たちに夏休み開放してるとかって、はい、これが、まあ、今の池の前の言うことなんですけど、はい、こうまっすぐ行くと、はい、家に行くんですよ。あの美濃谷集落見て、あの至る美濃谷って書いてありますけど、はいはい、あの旧道って書いてありますけど、ここに着くんですね。まあ基本的に一番メジャーな道はこの道なんですよ。へえ、うん、だから下から上がってくるとここに出る。へえ、ここです。うわここに、うわ、これが御神木で、はい、ここ今泡落ちてますけど、はい、去年のね、はい、あの7月15日は、はい、あの祭りできんかったんですよ。あの地元でおじいちゃんが行方不明になって、はい、3日間ぐらい集落総出で探して、まあ、結局見つからなかったんですけど、はい、あのちょうど亡くなったそんな時だったもんやから、はい、結局お祭りせんかったんですよ。だから普通なら翌年来ても大体これかかってるんですけど、はい、あのもう完全に2年前のやつだもんだから、
今口やってるんですけど、普通だったらこう かけた状態で1年ぐらいはそのまま持ってるんですけどね、すごいすごいな。これはでかいですわ。すごいな。ここにブルーシート引いて、はい、あれでいつも2、30人ぐらい、まあ、下から上がってきて、はい、まあ、ここで祝詞をあげてもらうんですよね。うん、で7月15日ですから、やっぱりそれから先がね、いつも毎年水不足で困ってた時代に、はい、まあ、梅雨も明けて、これからよろしくっていうような、まあ、そんなようなお祈りなんですかね、これ。うん、姫社っていう、はい、お姫様の、これが池から出てくる川なんですけど、はい、流れてないですよね、これは本当に、はい、こういうのが困るんですよ、やっぱ雨降ってくれないと。そうですね、うん、まあ、さっきの岩の取ってたおっちゃらちょったような、はいはい、あの流れ、ね、入ってくる川が水が流れてないから、そうですね、当然出てくる川もね、うん、いつもはあそこ、うん、特にせき止めてるわけではなかったんですね。せき止めてるわけじゃない、山からの水が入ってこない、入ってこない、うん、はあ、ここずっとだいぶ雨降ってないから、はいはい、雪解け水もないし、そうですね、うん、はあ、どうしようもないんですよね、これ、はあ、こんにちは、ありがとうございます。昔からこの雪に石投げると、はい、大雨が降るとかつって言って、僕ら子供の頃にさえもビビって投げ方をしてる。ああ、そうなんですね。もうこれだけ日照りが続くと投げたくもなってくるけどね。そうですね。子供たちに投げてもらう行事を。本当でもね、僕ら子供の時、年寄りからはもう、えらいきつく言われてましたからね、この子。へぇー。長いけど、水、靴下ねんなとかって。だから、妙にみんな守ってましたからね。お水の管理は大変ですもんね。うん。山登りするんですか？
山登りは、はい、こっちに来て、はい、今日で2回目です。2回目。はい。あの、硫黄泉の、アローザから登っていく、展望台からの上に、1回だけ去年連れてってもらいました。ああ、なるほど。昔山登りしてたんで、でも一人だと怖くて入れなくて。そうですね。城原にも城原山岳会ってあるんですけど、はい。結構ね、会員数も多くて、はい。海からも結構入っておられます。あ、そうなんですね。やっぱりある程度会員数がいないと、はい。ちょっと山歩き企画されますけど、はい、たくさんいないと基本的に集まらないじゃないですか。あ、そうですね。毎回来る人もいないから。降りていくとまた駐車場に戻また池に戻っちゃいます。はい。これ上がっていくと駐車場の方に向かって行きます。はい。はい。やっぱりここ来るときって、熊よけの鈴は必須ですか？熊はね、今、いるらしいですよ、やっぱり。そうですよね。だから本当の、もう今みたいな、日中に来れば多分大丈夫だと思うんですけど。でもなんか最近熊日中も出るじゃないですか。福光もえらい騒ぎでしたもん、去年。柿畑とかにも出て。人間怖がらない熊がおるとかね。そうですね。いいです。なんか去年は食べるのに大変で、車のライト浴びせても逃げなかったって。ああ、そうですか。なかなか実際こうできますと、涼しくとってもラジオに合わせても結構涼しいですからね。そうですね。なんかこの間、北海道の熊に、熊に怒るおじさんのテレビやってましたよ。熊に向かってコラって。ヒグマですか？相手ヒグマです。コラって言うと熊は去っていくって。はい、ありがとうございます。なるほど。登山だと思って準備したものは結局何一つ使うことがなく終わりました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住のうそほんと夏みんでした。